第21大総選挙は、韓国の立法府である国会を構成する議員を改選するため、2020年4月15日に行われた選挙で、1948年5月の初代総選挙から数えて21回目となる。今回の選挙は、公職選挙法が2019年12月に改正されてから初めての国政選挙となる。法改正により選挙権年齢が、 満19歳から満18歳に引き下げられたほか、比例代表選出議員の半数以上が、連動型比例代表制と呼ばれる新しい議席、配分制度によって選ばれる。新制度では、地域区の当選者が多い政党ほど配分される、議席が少なくなる。そのため、法改正時点では、今度の選挙で少数政党が有利になるとの見方が、多く、韓国政治に、 多党制をもたらすきっかけになるとの見解を出した指揮者もいた。だが一方で大政党が比例代表に特化した衛生政党を用意すれば新制度が形外化させられるとの懸念が法改正前からあり、実際に共に民主党と未来統合党がそれぞれ共に市民党と未来韓国党を結成したことから最終的な結果次第では新制度のあり方について 問われる可能性がある。また、今回の選挙は2019新型コロナウイルスの感染流行に大きく影響を受けた選挙となった。国内では、総選挙直前の2月からウイルスが国内で急激に流行し、街頭での運動を中断して、SNS や電話を多用する異例の選挙活動が展開されたほか、一時は総選挙の日程延期も懸念された。 最終的に選挙は予定通り行われたが投票所では有権者が一人数と使い捨てのビニール手袋をはめて投票する等の感染予防対策が取られた。国外ではウイルスの世界的な流行によって在外選挙の実施が40カ国の65カ所で不可能になったほか実施可能な国でも 投票率の低下や投票箱の移動制限による日程の遅れが懸念された。政治的には投票日の2020年4月15日は大統領のムンジェインにとって任期中盤の時期に当たるためムンジェイン政権に対する中間評価を下す選挙との見方が広がっている。そのため選挙結果によってはムンジェイン政権がレームダック化して国政運営に影響を与える。 可能性があるほか、ソウル市中心部の小路選挙区では、与野党の首相経験者同士が対決することから、次期大統領選挙の前哨戦とも位置づけられている。事前の情勢分析では、与党であるともに、民主党が最も高い支持率を維持しているものの、与野党ともに無党派層の取り込みに苦戦していると見られることから、新型コロナウイルス感染症に対する、 文在寅政権の対策を国民がどう評価するかが焦点になると見られていた。共に民主党は総国前法務部長官の不正発覚や経済政策の不振による中道層の支持離れ及びに格差や就職難といった経済的不満が解消されない若年支持層の離反が懸念されていた。そのため比例代表での議席維持を目指して 総選挙直前に衛生政党の共に市民党を結成しており、その成果が注目された。また、新型コロナウイルス感染症の国内流行と関連し、当初は文在寅政権の初動遅れに対する批判が与党への逆風となることも懸念されたが、政府の対コロナ政策が効果を上げたことで途中から有権者の与党へ対する指示に一役買ったと見られている。 一方の野党も中道層や無党派層をうまく取り込めていないと見られており、新型コロナウイルス感染症の国内流行も野党への支持に結びつけることができなかったと分析されている。そのため、比例代表制度の改正も相まって正義党以外の全野党が前回の総選挙以降に何らかの政党再編を行い、候補者登録申請が完了した時点で国会に、 議席を有する野党の数は10党にまで増加した。前回の総選挙でともに民主党に次ぐ議席数を得たセヌリ党は党内反主流派の離党後も自由韓国党として引き続き国会第2党の座にあったが、僕国恵大統領弾外の影響や富、権力の既得権益受益者といった若年層のイメージを払拭できずに党勢が伸び悩んだ。そのため、 保守票を結集させる狙いで複数の保守系政党と未来統合党を結成し、合わせて衛生政党である未来韓国党を分党した。また、前回の総選挙で第三局の地位を得た国民の党の関係者も他党との統合、分裂を繰り返し、最終的に民政党と国民の党の二党に落ち着いたが、過去の勢いは見られなかった。その他、 公職選挙法改正によって少数政党が有利になるとの見方が出たことから正義党をはじめとする進歩主義系少数派政党が支持率を一時上昇させたが共に市民党の結成によって支持率が軒並み急落し選挙戦を戦う上で致命的な打撃を受けた公職選挙法改正によって比例代表では少数政党が有利になるとの見方が多かったことから 選挙前に既存政党から分裂した新党や改選前に国会の議席を有していなかった多数の放末政党がこの選挙に候補者を出した。比例代表に候補者登録した政党は35党に上り、そのうち比例代表だけに候補者登録した政党は20党に及んだ。これは 比例代表で政党へ投票するようになった2004年の総選挙以降では最多となる政党数であり有権者が投票の際に用いる投票用紙の長さも48.1センチメートルと歴代最長となった選挙の結果文在寅大統領の与党であるともに民主党と比例政党であるともに市民党が全300議席の6割にあたる180議席を 獲得して、圧勝、最大野党の未来統合党と比例政党の未来、韓国党は103議席にとどまり前回選挙より20議席余りを減らす惨敗となった。左派政党の正義党は6議席、中道系の国民の党は3議席、与党系の開かれた民主党は3議席、無所属は5議席となった。なお、地域区における第3党の当選者は、 正義党の一名のみでに大政党で、ほぼ独占する結果となった。事前投票率は26.69%で、歴代事前投票率の中で最大値を記録。最終的な投票率は66.2%を記録。1992年の第14代総選挙に次いで高い投票率を記録した。カルトグラムで示した地域区選挙結果地図。 地図上部の首都圏と左下の全羅道でともに民主党が圧勝。地図右下の継承道では未来統合党が圧勝したことが確認できる。地域別に見た場合、ともに民主党はソウル市を含む首都圏で圧勝。南西部の全羅道でほぼ全勝。未来統合党は東南部の継承道でほぼ全勝。東西で政党支持が明確に分かれる結果となり、 韓国政治を左右してきた地域主義が復活する結果となった。またこれまでスイングステートとされてきた首都圏が民主党の基盤として定着したとの分析もなされている。未来韓国党の指導別支持の強弱地図。東南部、特にテグや継承北道を中心に高い支持が出ていることがわかるともに市民党の指導別支持の強弱地図。南西部、特に 甲州や全羅南道、北道を中心に高い支持が出ていることがわかる。2020年4月27日閲覧。出展。2020年4月27日閲覧。女性当選者は57名、うち地域区の当選者は29名となり、歴代最多を記録した。しかし、地域区全体議席に占める女性当選者の割合は11.5%と、 依然として低い結果となった。出典。2020年5月8日閲覧。共に、民主党未来統合党正義党、無所属繰り上げ当選。ありがとうございます。